自動車保険の不正請求など問題が相次いだ中古車販売大手ビッグモーター。九州運輸局はビッグモーター中津店について車検での不正など法令違反があったとして車検上の指定取り消しなど行政処分を行いました。九州運輸局は去年11月と12月中津店に監査に入り、それまで2年間の業務実態の調査を行いました。その結果、道路運送車両法で定められた自動車の整備記録を作成していなかったことなどが発覚。また23台の車検でスピードメーターの検査を行わず、虚偽の数字を記載して適合証を発行していたということです。九州運輸局はビッグモーター中津店に対して今日付けで車検業務に必要な指定自動車整備事業の取り消しや自動車メンテナンス事業の10日間の事業停止など行政処分を行いました。また九州運輸局はビッグモーター大分下郡店に対しても車検での法令違反があったとして自動車特定整備事業の10日間の停止など行政処分を行いました。